じゃあもう1個やっておきましょう。はい。今度は、えー、A と B がこう書いてあるわけじゃなくて、こ,のこれが書いてあるのね、これはね。なんかピンク色ですね。これを書かないといけないね。で、よいしょ。まずこれね。 これ A って意味だっけね。A。これは B じゃない。B ではないって意味だっけね。A であって、なおかつ B じゃないってどこかって言ったら、A の中で B じゃないとこって、これを外した、この部分を指すのね。ここね。だからこの部分に2と5と7があるよっていう意味。OK。次ね。じゃあ今度はこれの、それの反対。反対側は今度はこっちよね。これ。 よいしょでここに6と9が入りますよってこと。A でも B でもないってことは一番外側 A でも B でもないんだから148はここにいますってこと。あと書いてない数字は123がないね。3がここゃね。3。えー、456789あと全部あるね。だから今こういう状況になるわけよ。 ここまでで分かって1番2番3番の問題ですあとはそうなっとるのをただ読めばいいだけよね。でこれは問題が難しいんじゃなくてこっちが難しい、ね。こっちができるようになったらこれあと簡単だけ。見りゃわかるよね。A または B だから、えー、この中におるやつ全部書けばいいよ。えっ、ー、と1がなくて234がそうだから、えー、5。 7 8 8なくて9ね。A は A の丸の中に入っている2357と書いて B は B の中にある369と書けばいい。わかったここの部分が入れられるかどうかが最大の問題だけどね難しいのは片方にしかバーがついてないのが難しい。OK?